えらいっす。どうもりょうです。悔しい悔しい皆様、ご存知の通り、チェルシーチャンピオンズリーグベスト8で敗退となってしまいました。ちょっとマジで謝りたいことがあります。ライブ中、鼓膜を破いてしまった方々、大変申し訳ございませんでした。いや、めちゃくちゃ興奮しまして、もう大絶叫しましたよ。後半75分までは、最高でしたから、マジでね、逆転勝利来た、奇跡来た、と思ったんですけども、本当にそのぐらい過去一興奮した最高の試合だったわけなんですよ。ライブで来てくださった方々、ありがとうございました。本当にすいません。まあね、負けてしまいました。チャンピオンズリーグ敗退してしまいましたよ。今回の試合をね、簡単にまとめますと、チェルシーは最高のパフォーマンスで逆転勝利も確信したんですけども、モドリッチのパスが意味わからん。これが、チェルサポの気持ちだと思うんですよ。もうみんなこの気持ちだと思います。まあね、敗因を探れば、いろいろありました。ファーストレグとか特にそうなんですけども。まあただね、その敗因を探るとか、もうその仕事は、チェルさんの仕事ですので、僕らはね、もうこの素晴らしい試合、負けましたけども、めちゃくちゃ素晴らしい試合を見せてくれた、希望をね、見せてくれたチェルシーの選手たちを称えましょう。もう本当にね、称えましょう。本当によくやってくれました、選手たちは。もうね、批判は受け付けません。なしでお願いします。もうね、誰も悪くないです。もう本当にね、みんな最高の試合してくれましたよ。だってね、オーナー不在で契約延長できるかもわからない。給料がもらえるかどうかもわからない。給料がもらえるかどうかもわからない中、こんなにね、チームの勝利のために尽くしてくれる選手たち、チェルシーの選手たちってのはもう神すぎますから、本当にね、最高のチームだと思います。絶対リュリがもうチェルシー好きだもん。絶対残るってこれは。じゃないとね、こんな頑張れないですから。ということで、今日はね、試合を振り返りつつ、今後、残りのシーズン、どう乗り切っていくかっていうのをね、最後に話していって、終わりたいなと思います。それでは本編、レッツゴーはい、改めまして、チャンピオンズリーグラウンド8、セカンドリーグのレアルマドリード戦、3対2で、トータル5対4、わずかに届きませんでしたと、チェルシーはベスト8で敗退となりました。ただね、もう本当に、ファーストレグ、1-3で負けたところから、一時はね、逆転まで持っていきましたから、4対3までね、行きましたから、チェルシーの底力を見せてもらいました。そして、まだ余力は残ってると思います。来季はね、チルエルも帰ってきますし、ギャラガーとかブルアとかもいますので、もう楽しみしかないから、チェルシーは。本当にね、そんな希望を持たせてくれるような試合内容だったわけなんですよね。負けましたけども、最高の試合でした。まあそんな試合はね、早速スタメンから振り返っていきますと、まあね、6-0で対勝したセインツ戦、それからね、ほぼ同じメンバーで臨みましたと。まあ、変更したところは、テンセンに代わって、ジェームズが3バックの右に入ったっていうところだけでしたね。あとは全部一緒でした。まあこのスタメンに関してはもう問題なかったと思います。これがね、万全だったと思うんですよ。まあ、采配のポイントとしましては、ファーストレグでね、散々やられたビニシウスと、そのベンゼマのところの、まずビニシウス。このビニシウス対策にジェームズを当てまして、もうね、やっぱ、さすがっすわ、ジェームズ。失点のシーン以外、まあもう、あれはね、延長戦なんで、まあ、それまではほぼほぼデュエル勝ってくれました。序盤のね、股抜きされて、ファールして、あの、フリーキックってのはあったんですけども、まあ、さすがのジェームズパフォーマンスレベル高かったんですけども、まあ、やっぱね、彼は、できればね、ウィングバックで、より攻撃参加に関わってほしいっていうところもねすごい思いました、まあ、ディフェンスでもね完璧ですけども、まあ、できれば前にいてストライカーやってほしいっていうところはすごいありましたね。そして偽9番のベンゼマに対してチアゴシルバーもうマンマークでついてましたと。今日はベンゼマがね降りていくところまで全部ついていってもう潰して自由にさせませんでしたと。本当に90分間はベンゼマにね何もさせなかったと思うんですよ。一回ねバーにヘッドで当てたのあったんですけども、あとは、入りがね4バックで 4-3-3 で臨んだんですけども、チークが序盤ね中盤のところでロストする場面が非常に多かったですので、まあ、すぐデュエルは修正しまして3バックに変えてチークをウィングバックに持っていきましたと。まあ、こっからねチェルシーすごい流れ良かったです。まあ、それで流れがチェルシーに傾いてきたところ、ベルナーの膝アシストからフントが15分に先制点入った。よっしゃーマウント。このね、早い時間帯の得点っていうのが非常に素晴らしくて、逆転いけるぞってまず思わせてくれたこのゴールがね、逆転の唇を切ったと思うんですよ。そして後半51分、まあ、前半はそのまま終わりましたと。後半の頭にフリーキックからのリュリガーのヘディングで同点。いや、いいボール。いやーうわーいやー、めちゃくちゃ叫びました。マジでね、これいけるぞっていうのをマジで思いましたね。そして75分にベルナーで逆転。お、
国でした。本当にね、素晴らしかった。興奮しました。奇跡は諦めない奴の頭上にしか降りてこねえんだと、で、マジで思いました。ベルナのね、膝すら、あの、喜ぶ姿も本当に最高でした。今日はね、顔つきが違いましたから、あの二人かわしてからのゴールってのはね、本当に素晴らしかったですね。そして、チェルシーは、まあ、こっからね、残り15分でしたから、試合を締めに行くだけだったんですけども、変に守りに行かず、しっかりね、試合をコントロールしていってたんですよ。攻めてたんですよ。ただ、あの、レアル・マドリードがね、一本のところから、モドリッチのクロス、これもかもかもか、おシュート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 、本当に意味がわからん。なんであの局面であの選択してあの精度、そしてゴールに結びつくのかと。またね、あの状況で入ってきたマルセロとロドリゴがね、マルセロから始まってロドリゴでフィニッシュっていうところ、このね、アンチェロッティの采配も神でしたね。まあ、チェルシーは先にね、手を打ちたかったと思うんですけども、切る交代カードが誰をどのタイミングで変えるかっていうのは本当にね、こう難しかったと思います。まあね、この同点に追いつかれたことによって、チェルシーの選手、少しね、気持ちが落ちました、正直。怒涛のね、攻めってところがね、できなくなりましたので、まあそこからの延長のベンゼマ。あー、チークー!チークー!戻ってー!戻ってくれー!だるい。もうこれはしょうがないっす。チェルシーはね、最善を尽くしたと思います。あのね、モドリッチのアシストの前に、コーナーキックでね、ハバーツが合わせたところ、あのクルッターのセーブ、もうあれが全てだったと思うんですよ。ターニングポイントだったと思うんですよね。あれで追加点取ってればもう決着ついてたはずですから、まあそこをしのいだクルトワからのモドリッチのあの神パス、そしてベンゼマの延長のゴールと、この首の皮1枚繋げたところからの逆転勝利、再逆転勝利ですよ。これが、レアルマドリードです。これはね、バロンドール取る選手の力だったわけなんですよ。思い知らされました。はい、そしてね、スタッツを少し軽く見ていきますと、チェルシーシュート28本打ってるんですよ。めちゃくちゃ打ちました。ゴール期待値も 2.86 と、非常にね、いい攻撃、効果的な攻撃してたと思うんですよ。得点シーンもね、形良かったですから、ビッグチャンスも5回作りましたと。枠内シュートがチェルシーが7、レアルが4、キーパーのセーブがメンディが2本で、クルトワが4本ですよと。デュエルのところは、トータルチェルシーが上回ってまして、地上戦が59対54、空中戦が9対21でしたと。非常にハイレベルな試合だったと思います。先日のシティリバプールに負けないくらいチェルシーいい試合したと思います。まあそれだけに本当に悔しかった、もう何度も言うけど本当に悔しかったですけども、まあ、セカンドリーグは最高の内容でしたし、90分間でね 3-1 で勝ってますから、本当にファーストリーグとかから考えられないくらいいい試合をしたんですよ。まあね、言いたいこととか突っ込みたいところってのはねたくさんあるんですけども、もしもあの時なんて水強な世界ってのはね存在しないわけですから、この結果だけがね現実です。レアルマドリードの方がチェルシーよりも強かった。もうこれに尽きると思うんですよね。ただ、チェルシーは胸を張っていいと思います。僕らはね、次の試合の勝利を祈っていきましょう。もう残りのシーズンをどう戦っていくかっていうところが、この敗戦がね、意味を持ってくるわけですから、負けましたけども、いい試合で終われたっていうのが、今後に繋がっていくと思いますから、選手をね、攻めてもいいことありませんので、もうポジティブに捉えて、次の試合もまたね、全力で応援していきましょう。僕はね、この試合本当に楽しませてもらいました。楽しかったです。選手はね、頑張ってくれました。ありがとうございました。ということで、今後の日程を見ていきたいと思います。18日の0時30分から FA カップセミファイナルクリスタルパレス戦。チェルシーはね、チャンピオンズリーグのタイトルを逃しましたので、リーグ戦もかなりタイトルってのは厳しい状況ですから、FA カップは絶対取りたいなっていう状況になりましたので、まずはこのパレス戦、今日の試合でね、疲労感は半端ないと思います。チェルシーね、切れるかもしれないですけど、集中は。まずはね、この FA カップで準決勝をしっかり勝って、決勝行って、今季タイトルもう一個取っていきましょうと。そしてリーグ戦もチャンピオンズリーグ戦はもう絶対取ってほしい。来季もね、チャンピオンズリーグでの激闘ドラマってのを見せてもらいたい、見たいっていうのがあるので、本当にチャンピオンズリーグ戦だけは確実に取ってほしいです。まあ方法は取れる位置にはつけてるんですけども、まあ、何があるかは分かりませんので、21日にビッグロンドンダービーがありますと。で、24日もロンドンダービーレストハム戦、5月になってエバートン、ウルブス、リーズ、ユナイテッドと。まあユナイテッドまでね全勝でいけばさすがにチャンピオンズリーグ確定でしょう。まあまずはチェルシーとしてはロンドンダービーで
アーセナルを起こしていかないといけないだろうと。ダービーはね、マジで負けられないんで、特にビッグロンドンダービーだけはマジで負けたくないんで、ここをね、全力で勝ちに行きたいと。ここの日程がもう代表ウィーク入らず、ここからね、シーズン終了まで突っ走っていきますから、本当にね、選手たちはオーナーが決まってなくて、気が気でない状況だと思いますけども、サポーターの僕らからね、元気出していかなきゃいけませんので、今季最高の形で終わらせて、来季マジで強いチェルシー見せつきましょう。チャンピオンズリーグにまたね、帰っていきましょう。今日の試合本当に最高でした。でもね、はい。皆さんたくさん言いたいことがあると思います。悔しい気持ちがあると思います。ぜひともね、そんな気持ちをね、コメント欄に書き込んでいってください。そしてね、みんなで、ね、共有して、次に繋げていきましょう。今日の試合、チェルシー負けたけども、最高の試合になったよと思った方、グッドボタン押していってください。お願いします。そして、チャンネル登録して、今後も一緒にチェルシー応援していきましょう。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ楽しんでいきましょう。それでは、またな！モドリッチやってくれたな、お前！